に抜けちゃうよりも低めのボールでフォアボール、これはもうしょうがないと思いますね。よく藤川球児投手が話していたんですが、まあ、0点に抑えたいときは4つの塁を全て利用するぐらいの気持ちじゃなきゃダメなんだと。そういうことですね。今はまあフォークボール、ボールゾーンにしか絶対投げてはいけない場面でしたもんね、はい、そこにしっかり投げ込んで仕方のないフォアボール、2アウト満塁。ただここはフォアボールも許されません。そして内川、先ほどの打席は外を印象付けました。そうですね、あの前々打席は内ですね、内でしたね、はい、どう攻めていくか。ただ西の球数は135球です。この回はこのバッターまでは任したっていう、そうでしょうね、ところですね、ええ、さあチームのファンの思いを背負っている今日の西のピッチング、ツーアウト満塁。アウトローいっぱい、わずかに外れています。ここはやはりインコースは投げにくいには投げにくいですよね、インコースの方が打ち取りやすいのかなと感じしますけれども、やはり場違うとそのなんていうんですかね、うまい避け方でデッドボールを与えてしまうみたいな、ね、形がありますので、ある程度は外中心になってくるのはしょうがないかもしれませんね。そうなると前の打席外をしっかり見ていたこの内川に残像が残っているかどうか、はい、変化球甘く入った、センター前ヒット、セカンドランナーも三塁ベースを蹴った、戻ってきた、タッチはできない、ホークス逆転、三人目も帰ってきた、タッチはどうだ、これもできない、内川タイムリーヒット、ホークス逆転に成功しました。西打たれました。ここまでチームを背負うピッチングを見せていた西勇輝、力尽きたか、内川にタイムリーヒット、やりますね。そうですね、3点目はセンターのエラーと発表がありました。スライダーですかね。そうです、甘く入りましたね。逆球の甘く入ってきましたよね。西は本当にいいピッチングしていただけに攻められませんが、そこを逃さなかった内川、素晴らしいバッティングを見せました。3対1です。球数は今のボールが137球目でした。そして大隣の嬉しそうな表情でしたね。それは嬉しいですよね、やはりここまで我慢してきた甲斐があったという、はい、もちろんその帰りに帰られないと思いますしね、西をここまで引っ張ったというのは僕は間違いじゃないとは思いますね。そうですよね、はい、そして今日のゲームを西に白黒をつけさせたというのも間違いではないと思いますよね。はい、